完成に悟ってないんですよ。もう、聖者ですけどね。御運と心条はどのように対応しているのでしょうか。十相以外の心情は全て行運に含まれる。五十二種の心条が行運に含まれるなどの説明を見たことがありますが、いまいち納得できません。布団、布心、淵や慈悲記者などの良い心が働いているとき、無名と割愛は どうなっているのでしょうか。夜下になっても消えない自分がいるという実感は、実結で言うとどこに当たりますか。アビダルムの説明っていうのは、理論知識に凝り固まっていて、瞑想を実践しながら、実際自分の心の問題解決する。 弟はそれほど一致しませんよで今あるコロナと同じくね遺伝子配列数全部読んでありますしいろいろいスが出る場合もどのように現れるのかということは可能性も研究者が知ってますね変異が現れる遺前もう名前までつけてるんですよでも実際 コロナにかかった人がどうすればいいかっていうことは、こう遺伝子の知識は別に関係ないね。気をつけて一般的な常識的な。 ことで気をつけるしかないしねでワクチンの場合も同じことで本当に守られるかどうかわからないですねはいそんな感じでこの理論とプラクティカル世界はちょっとなんか違うがあるってことを理解してください説明に入りますあのゴウンの場合は体四球運転ですねループウェーダーさんやアンカールウィーニャンループ 肉体ですね。まあ、それは関係なくて、重曹業式は全部心の反撃に入るんですね。だから、この経典の説明では、重曹業式の説明、経典の説明は私はずっと説法ではやってるんですね。瞑想する方々にはそんなに役に立つかどうかわからん。だから、心章で言えば、11個の新章で、ウェーダナーで、サンニャーも 1個の真珠屋と言ってるんですね。だったら残り52二と言ったら行に入れる羽目になっちゃったんですね。それだけのことですね。これいまいち納得できません、ね。これ本当に私もこれ納得できませんよ。組み合わせ、ほっといた方が良かったと思いますで。納得できなくてもいいんです、別に。私も納得してないんだから、ね。この説明には。そこで2番目の質問は、布団、縁・縁の いや、自悲者などの善良い心が働いているとき、無名とかつわいはどうなっているのか。十二の信条であろうか、煩悩であろうか。 っていう、sleeping という二つの立場があるんですよ。だから、例えば、1900悩があるんだけど、全部一遍に働かないんですよ。それは不可能です。アビダルモの本読んでみると、一つの心に入る心情の仮想が書いてると思いますよ。それ以上は入らないんですね。たくさん心情が入るのは、出世検診、あの下脱に達する時の 心だけなんです。ですから、最低7つはどうしても身長が一緒ということで、人間にはもう7つ以上入りますけど、例えば未生物とかね、もうそういうすごい感覚が優れてない生命にも7つぐらいは働くっていう話になりますね。そこで、布団が働くと、布団は 働いてないんですね。で、揉めようとカツワイ。もめようっていうのはあまり表に出して行動しないんですね。ずっとベースで働くんですよ。カツワイはこれ3種類ありますから、そのすぐそのすぐ牙を出すんです。で、ないと寝ているんです。だから、やぶにヘビがいるとしましょう。やぶにヘビがいるんだからって言って、必ず噛むっていうことはないんですね。噛む場合もある。一度足りても噛まわなかった 場合もあるねあらゆる煩悩っていうのはアクティブ状態とスリーピン状態2つありますね。自費者などでずっと。 長い時間生き,生きてると、布団、ん人じんなんかは結構ほとんど寝て、寝て、寝て、寝ているんですね。寝ているとそんなに力が弱くなります。消えませんだけどね。例えば、歯水管、歯の瞑想、無常水管などなど瞑想すると、割愛はなんか寝てしまうんですね。働けなくなっちゃうんですね。一時的に麻酔かけておくっていうような感じですね。3番目に入ります。やるかになっても消え えない自分がいるという実感は受血でいうとどこに当たりますかとこれはあの哲郎さんが受血を全部出してありますので皆様には簡単に勉強できると思いますね。夜かになっても消えない夜かになったら消えるのはこのリスト見てください。不信犬と義と解言症なんですね。なんかなく即世間の言葉で言えば なんか頭しっかりする人なんで、なんとか物事をよくわかる、理性のある人間になったことになるんですね。まだ悪口言えば、哲学者になったみたいっていう感じですね。だからそこそこ、僕一般的なんですね。そこで、さらに瞑想すると、夜るかの次は一来かでしたっけ貪欲と真意が弱くなるんです。 で,すね、で、不原化になると、貪欲と死にがきれいに消えちゃうんですね。欲怒りはもう一切ない不原化の場合はでは、まだ悟ってないんですね。あの、完成に悟ってないんですよ。もう、聖者ですけどね。不現化からアラカンカにならなきゃいけない。アラカンカになると、このルーパラーガ、チキトン、それからムシキトン、アルーパラーガ、それからマンと情報、無明というものは全部いっぺんに。 消えてしまうんですね。だから自分がいるという実感は一寸すりも入ってますよ。ループラーガーにも入ってます。ループラーガーっていうのは、 なんか形のある世界、例えば梵天などにね、生まれてもしじゃないんですか、人間世界よりはというで。そこでやっぱり自分という気持ち入ってますね。やっぱり形のでない心だけの存在の方がより便利だなと思ったらルルプラグなんですね。その時も自分という気持ちがあるんですね。満っていうのはまあ自分がいるという実感から生まれる感情なんですね。 ウッダッチャは、まあ、集中力切れちゃうということでね。無名は、心霊の本当の姿は、完成に発展していない状態。だから、この、不原化ではなく、アラカンカになる人は、無名を破るんですよ。完成した知恵でそうすると、ルーパラーガ、アルーパラーガ、マーのウッダッチャ全部一遍に消えてしまうんですね。そういうわけで、答えは、自分がいるという実感というのは、ルーパラーガにもあるし、アルーパラーガにもあるし、マンにもある 潤香にはないでしょうね。潤香ってのは集中力できない状態ですね。たまたまそれも起きます。無明は無明だからね。それは根本原因だからね。無明があるから全部起こりますからね。無明だけだったらそんなに自分がいるという実感ではないんですね。無明とていうのはずっと裏で働く煩悩なんですね。表に出ない。 で表に出る本の方はここの素ですね、除血の。無名はもうずっとベースで下にあるんです。難しくなりますから、それぐらいで十分で小説しまみはい、ありがとうございます。